抑えまた田中孝之をさらに上から松岡孝明を抑えます。今度は浦崎の方が九州4番で切り替えます。7番山口2番の立ち愛知の当たりは上の方から叩く流れ。さあ抑えました1番松岡、粘った3番の田中が粘りました。上から叩く山口智弘が叩きまして、浦崎隆が今度は愛知の3番で切り替えたか。インコースから松岡目、上から逃げました山口智弘が先行。マークは田島森、3番で切り替えた5番浦崎が切り替えまして、中段は松岡目、後ろ並走3番田中、外は9番下田、松岡マークは3番9番並走3番の田中が取り切って2コーナークワック。さあ逃げたのが山口たちの愛知の鳥、3番手浦崎、4番手からまくる松岡孝明がまくる一発、3番の田中が追ってる。さあそれを止める2番の田島が止める、さらにまくる1番の松岡、逃げた7番山口、アウトコースからは3番田中孝彦です。田中孝彦、大竹慎吾ですか。田中孝彦、松岡孝明、大竹慎吾、ゴールはこの辺りでしょうか。残り2周、第4周回です。2日目はかけました山口幸太郎。さあ眉を取った宿口陽一、対する山口幸太郎は依然として中段の5番手の位置、ベースは上がっていきます。さあこれはかますかまくるか、山口幸太郎、5番真田が今度は切り替えます。さあ真田は切り替えます。さあこうなったら前から逃げる流れとなりました。宿口陽一が前からかける流れ、ペース上がってきませんが、最後方から6番松本も救っていきます。山口幸太郎は7番手、2番の池田は切り替えました。さあ池田は切り替えました、流しに流しました。宿口陽一が前からの先行です。最終2コーナーマークは同県茂木和臣、後ろ3番深澤慎介、そして9番は須藤悟、中段5番真田となって池田と高木、3コーナーから2センター前からのホーム先行です。宿口3日目逃げる流れ、1番の茂木和臣、そして3番の深澤慎介、宿口陽一、茂木和臣、その後ろ9番須藤悟でしょうか。それに山田か九州が乗り換えます。前を取ったのが柿沢松根の関東の2人。さあ2番の山田が6番の清水の後ろをさばいていきました。もう一度8番中野が追い上げますが、さあここは3番手山田陽平、初日同様3番手、9番の柿沢6番手、森谷陽介は8番手置かれました。3日間の選考は清水剛と中野智樹、近畿勢がかけました。佐賀の2人は山田陽平、国武浩二、そして8番手から行き森谷陽介、8番手から発進、森谷陽介、三宅潤、一気に4コーナーから仕掛けました。さあ山田陽平反応が遅れました。山田は今度はインコースを作っていました、外から出た。さあ今度は2番山田が2番手作ってまくっていきます。山田陽平が番手からまくって7番国武浩二、4番中園和義と九州トリオ、上から9番柿沢大輝。さあ柿沢大輝も迫っていきましたが、山田陽平、国武浩二、外から中園、九州ワンツースリーでしょうか。八谷が抑えまして、阿部拓馬はどうやら4番手を取りそうです。さあ6番山田がこれは切り込んでいったか、4番の村上は切り替えます。さあ村上は切り替えての4番手、そして宮城の2人は5番阿部拓馬、3番の桜井、そのインコース6番山田が飛びつきました。さあ現在阿部拓馬の後ろ6番3番並走、そして一気に発進、4コーナーから発進しました。阿部拓馬が叩きます。前から逃げたのが2番の八谷か中村、ヨデからの九州、それをホームから発進取りました。阿部拓馬が外から行って3番桜井正孝、なんとか外から出た形は5番阿部拓馬、追ったのが3番桜井正孝、そして1番は松坂英二、切り替えた4番の村上拓馬が切り替えました。2番手八谷が粘っているが、さあ逃げた5番阿部拓馬、番手からは3番の桜井正孝、外は1番松坂英二、遠征トリオ3番桜井正孝です。それに柏の松田の瀬戸内が乗り換えています。4番篠原の方が5番手外に上げます。下げました2番日向の方が5番手インコース。さあ現在5番手並走、残り1周半打賞です。篠原が上から叩きます。佐藤浩二、小川祐介、その上から4番の篠原ですが、かけていきました。
佐藤浩二が前から逃げました。日向の方は後方7番手からホームから上げました。先行佐藤浩二、ホームから2番の日向が発進、日向が発進、それを3番小川が見ている。小川が車間を切っている。マークの1番の柏野、7番の松田がその後ろ、さあさらに外から2番の日向、逃げた佐藤浩二、さあ2番手から出ました。小川雄介が番手からまくりました。追走柏野とのり、3番手は松田哲夫です。直線勝負、さ小川雄介、外から柏野とのり、並んだ後ろ7番松田哲夫。8番木村の方が3番手、外並走まで上げています。さあここで中川が下げます。まず関東勢が抑えまして北のラインが上から叩きます。中川誠一郎、どうやら7番手です。さあ鈴木健太郎は5番手、中川誠一郎7番手。一気の先行、木村がハイペース上げました。中川誠一郎7番手、中段は3番の鈴木健太郎、最終1コーナー北の鳥を先行です。木村博史以下、佐々木昌司、中村俊之介、そして5番手から3番鈴木健太郎、先まくり、鈴木健太郎7番幸田光弘、関東勢がまくって中川誠一郎、それを追っている。さあ引きつける2番の佐々木が番手から出ました。そしてここで3冠しかけました。5番の中川誠一郎、外強襲、一気の線まくり追い込み、中川誠一郎が届きまして、佐々木昌司か光木智清か。西池田の香川勢が乗り換えます。前から桐山以下、南関東ですが、さあ今度は前を切らせないか。3番手、さあ桐山慶太郎、うまく3番手、4番大西は6番手、そして窓場近寄りが7番手から上げました。さあ窓場がかましていきました。押さえて流した川口幸太郎、それをかましていった近畿勢がかまし逃げ、窓場近寄り水谷不祥、両目のかましが決まりました。さあこれは2段掛け体制か、それに7番桐山慶太郎が切り替えました。桐山慶太郎切り替えての3番手、大西は現在6四番手、最終1コーナーにこなすくった9番の川口幸太郎すく、さあ今度は3番手川口幸太郎が決める。後方から4番の大西がまくった、大西がまくって3番手から7番桐山慶太郎、さあ2段掛け5番の水谷が2段掛け、上からまくった桐山慶太郎、それに乗り換えた形は5番水谷義久郎、そして9番の川口幸太郎、外から1番池田紀明も迫ってきました。桐山慶太郎まくり切って切り替えたのを水谷、外は池田紀明。さあまず抑えました堀内が抑えます。森安と山口の短期の選手が乗り換えます。さあまずは堀内が抑えまして、大竹が現在2番手粘っていますが、さあここで大竹は下げました。山口と森安、短期の選手が乗り合い、下げた大竹が6番手から打賞3コーナーから2センターを買っています。抑えました堀内が6番手、大竹を警戒しながらかけます。さあ大竹が7番手から6番手から上げるか、かけていきました堀内俊介、残り400、マークは中川貴則、大園博士、そして中段は山口隆弘、森安、短期の選手。さあ6番手から大竹まくる流れですか、4番手からまくる、先に山口がまくっていた、山口がまくる、それを止める7番中川が止める、そして後方からいった大竹がまくってきました。さあ大竹のまくりが届くかどうか、一気に外から飲み込むか、大竹歩む、しかし逃げる堀内、外から大竹、大竹堀内、7番中川、この3名です。周辺の内子になっています。内側の駆動、アウトコースは伊藤です。さあ駆動が下げるか、外から抑えするのは伊藤となります。ここで抑えました伊藤由紀が抑え先行となります。下げた駆動は7番手、中段は5番芦沢が取ります。抑え先行となりました伊藤由紀、中段は芦沢達弘、そして駆動文彦が7番手からとなります。かけてきました伊藤由紀か、吉田健一、加倉松吉、3番手加倉がやや口がきました。3番手の加倉切れまして、明日は以下志村、斉藤の完走勢は4番手後、7番手から9番駆動、2コーナー赤幕、さあ4番手からまくる明日のまくりが決まるかどうか、先頭2番は伊藤由紀、真央が7番吉田健一、それをまくるまくる明日はがまくる、それを止めたか、2番伊藤由紀まくり切りました、5番明日は達弘、外から1番志村大河、9番は駆動組彦、5番1番9番でしょうか。
から叩きます。谷口洋平が叩きます。さあ北鶴の方が作って9番吉田拓也が今度は3番手追い上げます。さあ8番の小川慎太郎がそれを止めた。さあ7番北鶴と9番吉田拓也の方は現在5番手。さあ北鶴も作って外からかましていった。吉田拓也マークのキグレーション遅れた。吉田拓也が叩きます。一気に叩きました。吉田拓也が叩き切りました。それに5番吉田敏弘が切り替えました。そして2番の岩津が乗り換えたが1番の木暮が3番手スイッチ2コーナーカバック。さあ逃げたのが吉田拓也、切り替えた5番吉田敏弘、後ろ1番木暮康義、4番手は岩津祐介、8番手から北鶴がまくる2センター第4コーナー先行吉田拓也。さあ番手から5番吉田敏弘が伸びていきました。アウトコースからは北鶴翼、その後ろ1番の木暮か3番外田か。まず京都のトリを抑えます稲村が4番手、下げる北日本はどうやら5番手以降でしょうか。岩本俊介は8番手、打賞で抑えました山本慎一、中段の坂本8番手の岩本を見ています。打賞3コーナーから2センター。さあ後方を警戒しながらかけました。山本慎一、村上義弘、そして藤木豊、ここは京都のトリを稲村なりそう、その後ろ北日本は坂本隆、成田和也、和田圭です。さあ7番手いった岩本がいった。マークの2番の相手は切れました。スピードがいい7番岩本、それを見ている1番村上が止められるか。さあその上をいったのが7番岩本、乗り換えた1番の村上ですが、いったのが7番岩本俊介です。その上から今度は9番の坂本いった。坂本中尾3番の成田和也、7番岩本、アウトコースから5番和田圭も突っ込んでいきました。横に広がって9番坂本、あるいは5番は鳥取井上を抑えて渡辺がどうやらその後ろか。根田隆は8番手、そして8番の小島啓司は現在4番手上から。さあ小島が今度は叩きました。小島が叩きました。根田隆が現在5番手。さあ根田が今度は外から行きました。5番の鳥取反応が遅れた。外から2番根田が行きましたが、5番鳥取優吾が叩きます。小島啓司を叩きました。鳥取優吾マークは井上正樹、7番山田久美、3番の四季雄拓也、近畿勢が乗り換えにコーナーカバック。先行は鳥取優吾です。番手井上正樹、3番手山田久美、4番手四季雄拓也、5番手上から6番渡辺まくって3コーナーカー2センター、2番手車を切った1番の井上。さあ逃げる鳥取優吾、番手から井上正樹、7番山田久美、中尾3番の四季雄拓也、井上山田四季雄、この3名でしょうか。